皆さんこんにちは。 PNF チャンネルの松田源です。今日は上肢肘伸ばしながら伸展内転内旋パターンを紹介します。本日もよろしくお願いします。運動要素は以下の通りです。肩関節の内旋を出せるようにしてください。では実際にやってみます。次に細かく見ていきます。遠位グリップは主正面、近位グリップは上腕二頭筋上になります。手順としてはまずグリップを決め、上肢を引き上げて肘を曲げてから、その肘を突き上げるように開始Cへ持っていってください。返し C はこの位置、あるいは人によってはこの位置から始めると教えることがあります。運動が始まったら自分の体を運動方向に向け、主関節小屈に対する抵抗と肘の伸展に対する抵抗を同時に与えます。肩から肘までの筋位の要素はストレートパターンと変わりませんので、このように外転しないようにまっすぐと降りてくるようにしてください。いろんな角度から見てみましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。